はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は1年ぶりにガシャを回してみようと思います。コインが確かね、60個あったと思うので、全部行きたいと思います。何が出ればいいかが全然わからないんだけども、とりあえず見たことないやつが出れば当たりでしょう。大体出してるんだけどね。大体出してるんだけども、どうなんだろう。まだ出てないやつがあるのかどうか、多分あるとは思います。あるとは思うんだけども、はい、これは全然ダメですね。それが出てきてくれるかどうか。結構、ガチャゲンとかは出なかったんだよね。おお、金が2つ。何がする？お、これは？これ、初めてじゃない？違う？ニューって書いてあるよね。初めてだったら。おお、豆腐の角来た。クリムゾンナックル、あ、持ってるわ。と、豆腐の角、あ、これは違うな。もう一個上が確かあると思うね。はい、次。どうでしょうか。金の、なんかキラキラキラってしてるやつが確か、すっごい良かった気はするんだよね。で、色が、なんかブルブルブルってして、次の色に変化するといいのが出るとか、なんかそういうのもあったね。なんとなく思い出してきた。とにかく金が来れば、まあまあ当たりなんですよ。あ、でも違うか。金は金でも、レベルがあるんだよね。アップデートで結構インフレ起きてるから、最初の頃の、レジェンダリーが出ても、そんなに使えるやつじゃないんだよね。アプデ後の、強いレベル500以上ぐらいのやつじゃないとダメだ。おお、来た！いや、どうなの？わかんない。レベル見てみないとわかんない。あ、ギョギョット棒が来た。お、初めてのやつ！ボイスエクスプロージョン！仲間への強化時間が 35% アップか。あ、で、チャージ攻撃で素早さアップ。まあまあいいんじゃないですか。はい。お、ギョギョット棒はなかなか使えるからいいんですよね。でも確かあれのパワーが高いやつがあったんだよね。それが、おっと！金が3つ！やっぱ1年ぶりに引くといいやつが来るね。あ、見たことない。あのベルト。初めて見たかも。甲子園優勝キャップ。来たー！ロッキンネック！ベルトじゃなかった。あの首につけるやつね。自分の HP が1の時、攻撃力を 80% アップ。きつ！ HP1 で耐えるのはきついよ。はい。ということで、60連回してみました。またね、コインを集めてやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。